こんにちは、ハワイトオコナです。今日は、プアラニエステイツ、タウンにも近くて、このようにね、なんていうんですか、歩道、サイドウォークもちゃんとあって、非常にね、築浅めの、素敵な住宅街、人気なんですよね、プアラニエステイツ。こちらの、ルーバの新しい売り出し、ミリオン超えてるんですけど、どんななんだろう、リノベ、ちょっと気になるところですね。ちょっと見に行ってきます。はい、今玄関へ続くところ、綺麗に手入れされてますね。で、ここ網戸ドア、スクリーンドアになっていて、このようにね、ロックキー、これ便利ですよね、鍵なくさないっていう。あとね、こう例えば人に貸すにしても。はい、今玄関を入ってきまして、こちらがリビング、いい匂いがする、すごい綺麗ですね。あ、これあれじゃないですか、この高いやつ。あ、違った、あの高い病院とかにあるやつかと思いました。うわ、綺麗なタイルですね、美しい、ちょっと和な感じですね。なんかね、あの何ですか、あの丸の感じとか、あとこのちょっと、あ、ちょっと結構アジアン入ってますね。こういうの、これね、紙じゃないんですよね。あ、紙？あ、違う違う、プラスチックですね。紙風。随分オリエンタルな感じですね。多分なんですけど、このエージェントの売り出しで、メインランドにお引っ越しのはずだと思うので、家具付きのはずなんですよね。ちょっと確認しますが、家具付きだと思いますよ。こちらがキッチン、ちょっとなんか素敵ですね、綺麗。これどうだろう、違うかな、違うよね、いい音しました、はい、でも綺麗ですね、これ最近流行りですかね。この間ロイヤルシークリフでも見ましたね、この可動式の。いいですね、綺麗、ピカピカ、さすが不動産屋さん、オープンハウスやるの分かっててやってますよね。うん、やっぱ違うよね。はい、非常に美しいピッカピカの、フルオーブンと電子レンジ。ちょっと高いな、電子レンジ。まあ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 。ね、ピカピカです。これ2005年築なんですが、明らかにこれかなりリノベされてます。ここはオリジナルというか、まあ石じゃないんですけれども、でもとっても綺麗です ね。そしてあの冷蔵庫、これスマート冷蔵庫ってやつじゃないですか、もしかしてね。なんかこうすごいな、なんか見えるよ、ちょっと中に給水器あるパターンとかかな。あ、ないんだ、へー、了解です。いいですね、ここにね、ちょっとワークスペースがあって、私ここ住みたいです。ちょっと買えないですけどね、この緑のこの入れ方がプロの仕事ですね。熊野古道とかあるよ、え、ちょっと後で語ろう。絶対日本好きですね。いや、こういうことちょっとね、語ったことないんで、彼と。よっ。ゆったりガレージですね。ちょっといろんなものが置かれてますが、多分引っ越し間際っていうのもあるんだと思います。いや、美しいな。全体でね、118平米なんですが、ね、いつもこう200平米、300平米、500平米っていうのを聞いてると狭いような感じがしちゃうと思うんですけれど、3ベッド2バス。ちょうどいい大きさかと思いますよ。で、ここに収納。プアラニエステイツ、もう本当ファミリー用に住みやすくできてるんですよね。
はい、ちょっとした収納付きのちょうどいい大きさのランドリー、洗濯機と乾燥機で、その横がこれフローリングも綺麗になってますね。あ、おしゃれなベッド、壁にエアコン、いいですね。各室にエアコン、こちらが一つ目のベッドルーム、大きなミラードクローゼットになってございます。で、この先にちょっと進んでいきますね。このように廊下になっていて、先に隣のベッドルーム、二つ目のベッドルーム見ましょう。あ、これナイスアイディア。これ初めて見たんですけど、よくこうツインベッドってこの頭をくっつけてるじゃないですか。これいいですね。交互にこういう風に置いてね、面白い。へえ、これ素敵。これステージングかな。ね、そんな感じがしますけど。素敵素敵ね。ダイキンのキンキン効いてるエアコンでございます。面白いですね。こういうね、そうシングルベッドのことをこちらであのツインベッドと言います。My heart belongs to Hawaii ですね。そしてここが、タイルになっていて、うわ綺麗ですね。バスルームです。ちょっとねこじんまりとした大きさですけど、とっても明るくて、シャワーヘッドとかこういう綺麗になってますね。新しくなってますね。オリジナルかなと思ったりしますけれども、何しろタイルは新しいですね。ウォシュレットではございません。これもね、もしかしてオリジナルじゃないかな。ただこの蛇口は新しいですね。ピカピカでございます。はい、バスルーム何個目でしたっけ、忘れちゃいました。はい、失礼。で、ちょっと先に進んでいきます。こちらに3つ目のベッドルームでしょうか。3ベッドです。あ、素敵ですね。これね、うわ、オーシャンビュー来ましたね。ちょっと見てみましょうか。これね、海見えるかどうかで全然違いますもんね。せっかくのハワイライフですから。うん、ナイスオーシャンビューです。こちらが3つ目のベッドルーム。なんか暮らしやすそうですね。温かみがあっていいな。時々あのすっごいスタイリッシュなあのお家ありますけど、温かみないですよねなんかこう綺麗すぎてちょっとこう居心地悪いというか。はい、こちらがバスルームで床タイルですね。やっぱりオリジナルでしょう。そしてあのシャワーヘッドを大きくて新しいものに変えているんだと思います。壁は全部、新しく美しく塗り直されています。それぞれ のアクセントカラーが素敵ですね。結構ニュートラルなカラーで、こちらに、バスルーム、シングルシンクで、こちらにウォークインクローゼットですね。うん、ちょうどいい大きさですよね。これぐらいあればもう十分かなと。ちょっと私には寝れないぐらいの大きさですけど、はい、温かみのある暮らしやすそうなこちらのプライマリーベッドルームでしょうね。3つ目のベッドルームでございました。ですね、なんかそんな感じですよね。はい、そこここにそんな感じがしました。よしってね、聞いたのがハイライトはリビングの先のラナイ、ラナイのところにもうなんかこうセカンドリビングルーム的に、あ、ちょうどねここ行ってみましょう。これですよ。これナイスですね。これテント張っただけじゃなくて立ててるんですね、わざわざ。うん、鉄柱ですね。ああ、なるほど。ここ、こういう風にね。ちょっと後で外観ちょろっとあっち回ってみましょう。で、バーベキューグリルがあって、ここがもうリビングダイニングです。あ、ちょっとびっくり。そうか、ベッドルームから見えたのはそこですね。ここが、
もうダイニングで、あの先がリビング。うわー素敵。プアラニエステーツは海側なのか海側じゃないのかで全然違うんですよね。これいいですね。うわ私これ好きです。なんかこう石これねすごいこうここ気持ちいいんですよ。これツルツルで姉さん家にもあるんですけど、うわこれいいですね。でこちらもしっかりそうですねフェンスになってます。なるほどなるほど。海見え大事です。あーいいですねこれ。ちょっとねお仏像様が随分いらっしゃいますけれども、はい今日ご紹介してございますのはルーバの新しいリスティングでございます。タウンに近いプアラニエステイツ人気の、サブディビジョンでございます。こちらのオーシャンビュー2005年地区なんですがリノベが入ってますね。とっても綺麗で温かみがあります。暮らしやすそうです。3ベッド2バスで建物はおよそ118平米、土地はおよそ200坪弱でございます。こちらの物件はですね 1.079 ミリオン。あ、ちょっと円換算忘れてました。後でサムネに入れときますね。はい、というわけで最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日は快晴のハワイ島コナの高台、プアラニエステイツからのキュートな3ベッド戸建てのご紹介でございました。お問い合わせはぜひ、直接メールにてご連絡ください。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。良い一日を。おまけでございます。先ほどの、あの玄関の横、玄関の手前、フルーツがたわわになってます。ここが玄関入り口のところだったんですけれど、この横がずっとね、あのなんていうんですか、ラナイのお庭に続いてるんですね。ちょっとここも取っておきます。このような感じでね、これでそこに、よっ、いいですね。お友達呼んでホームパーティーとかもこれ良さそうですよ。はい、素敵なビューでございます。おまけその2でございます。お家の反対側、さっき今私あっちの方から歩いてて玄関だったんですけど、ガレージのこっちですね、ここも一応ちょっと歩いてきますよ。これあのジャリジャリうるさい音が鳴る砂利ですね。これ防犯にいいんですよ。あの音がこうすごく鳴るからね、誰かが忍び足で入ってこようとしても気づくっていう。土地微妙ですね、どこまでなんだろう。お隣との境界線がね、これね、でもきちっとあの測量されてるんで、あの実際にはねきちんと登記されてるんですけど、はい、ではでは良い一日を。